はい、どうもタキロンです。今回はですね、パウパトロールのズーマをこの新しくなったスポスポボックスにたくさん入れてみました。で、今日はこの最近新しくなったスポスポボックスを詳しく紹介していきたいなと思います。この立方体でできた新しいスポスポボックスなんですけど、全部台はこの、連結するね、ダイソーで売ってるマットで作ってます。1つ目の面ですね、これは、今まで通り排水口のスポスポ穴を使ってます。これがまあ一番メインですね。まだこれくっつけてないんでちょっと外れやすいんですけど、ここが一番使いやすいし作りやすいスポスポ穴かなと思います。ゴムになってるね、ちょっと若干引っかかりやすくて、アニメーション作るときもおすすめです。これ穴開けるときはここをペンでなぞってカッターで切り抜きました。それだけです。で、2つ目の面いきます。こっちはね、扉になってますね。今までの段ボールのスポスポボックスにはなかった上に開くタイプの扉になってます。ここの部分ももちろん切り抜いたんですけど、最初はこんな感じでしたね。これもダイソーで買ったんですけど、ちょっとしたインテリアコーナーにありました。で、これがボタン、これは Amazon で買ったボタンですね。もうさっと開いて上で止めて、もう取り出したい放題できます。はい、なんとかいいですね。で、3つ目の面、これは排水口の穴と同じ大きさの穴を開けます。この穴は別に特に何もないですよね。ただとでかいぬいぐるみのズーマーとかを取り出しやすくなってます。あとは蓋を捨てずに残しておけば蓋もして、このズーマーが打ち抜くっていうアクションもできます。はい、3つ目はこれね、煙突になってますね。本来こういう縦置きにしたら、縦置きにすることでより煙突っぽさを演出できます。で、これはニューブロックの形に切り抜いたのをぶっ刺して、で、このスポスポ穴はアイロンビーズで作ってますね。これは手作りになってます。これをちょうどいい大きさに合わせて作ったんで、これをスポッと入れて煙突からズーマを入れることができます。ちっちゃいズーマをスポッ、このちっちゃいホバークラフトもスポッ。続いて4つ目の面が窓になってますね。この窓はこれも100均で売ってる、マグネットの缶の蓋の部分だけを使ってここにスポッて入れたやつですね。中身を見ることができるんですけど、ちょっと覗きにくい、はい、こんな感じでズーマがひょっこり顔を表してますね。それでは続いて6つ目が最後の面が、2つの穴がスポスポ穴がある面になってます。これも手作りのアイロンビーズで2つとも作ってますね。大きいタイプとちっちゃいタイプ、はい、これも切り抜きました。大きさに合った方の穴に入れます。これはあれだね、水の上で遊べる。意外と穴がちっちゃそうだけどちゃんと入ります。はい、目がでかいです。これはアクションしないけど前足後ろ足が動くやつ。これはどっちにも入るのかな。ちょっと横幅が大きいので大きい穴に入れます。ホバークラフト乗ってます。はい、ちっちゃいズーマです。はい、ホバークラフト乗ったトミカっぽいズーマ、入るかな。はい、ぬいぐるみのズーマ、ハムみたいな感じです。これぐらいなら入ります。このちょっと大きめになったズーマも
と入ります。でここまで大きくなるとさすがに入らない。多分入るかも。いや頑張れば、お頑張れば、よいしょ、はい入りました。これはアクションタイプのズーマ、よいしょ、これもヒー、これはスーパーヒーローになったズーマ、よいしょ、はい、こんな感じになってます。このスポスポボックスは全部パネルになって取り外しできるんで、向きを変えたりっていうのも自由自在です。で、新しいギミックを加えたいときなんかもこれは買い足せばね、いくらでも付け足せるんで、新しいギミックができたら紹介したいなと思います。100均で買えるアイテムばっかなんでね、みんなもやってみてください。スポスポ穴があるとお片付けも楽しくなります。はい、それじゃあ次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。